のロロッッキキーーチャンネルどうもロッキーでございますえっ、ー、とあの本日なんだけれどもあの釣りの時とかねキャンプの時に俺が使ってるあのヘッドライトこれねこれ付けるやつねそれを紹介したいと思います。であの結構さ釣り具屋とかさあとあのアウトドアの,あのショップとかに置いてあるヘッドライトって高性能なんだけど高えじゃんなんだけどねやっぱそこアマゾンさん。 低価格で、送料無料です、すんげえいっぱいヘッドライトいいのあります。じゃあ、今回紹介したのはこれ、ババンこれ、こんです。はい、これ。ね、これ、あのー、名前ないです。これ、多分中華製なんで。LED ヘッドライトっていうやつなんだけど、あのー、これ、実はあの、12000ルーメンっていうとんでもない光で。で、ただね、あの、バッテリー式です。普通の電池じゃないです。 で、あの、18650っていう特殊な、こういうあの、電池。これ、日本使えます。で、どんだけ明るいのか、こうやってみるよ、これ。ね、つけるでしょで、ちょっとさ、電気なんか消しちゃったりしてさ、これ。電気消しちゃうよ、これ。ね。いくよ、これ。いきますよ。ババンこれ、やばくれ、ね、これ。これ。この明るさだから、これ。 これ、すごいでしょ、これ。で、この明るさで、なんと、皆さん、なんとだよ。ね、耳かっぽちってよく聞いてよ。なんとこれ、2000円。概要欄に URL 貼っときますが、2000円だから。しかも、まだ安いのもある。1800何本とかね。とんでもなく安いのよ。で、これあのー、結構ね、 お店で売ってる、あの、高いやつと比べても、こっちの方が明るいんだわ。なぜかわかんない。なぜかわからんけど、こっちの方がいいのよ。ただ、あのー、ね、さっきも言ったように、こういうね、18、なんだったっけ ?18650 っていう、この専用の、ね、ちょっと特殊なバッテリーを使うんで、あのー、まあ、これがなくなっちゃったら、使えなくなっちゃうから、 これを予備で買っとくとかね。なんであの、これでもあのネットであのアマゾンで買っても安いんで、皆さんぜひ、ね、この中華製のこのね、ヘッドライト、これめちゃくちゃ使えるんで、ぜひあの、皆さんこれ検討してみてください。概要欄にしつこいようですけど URL 書いておくんで、ね、これで楽しい釣り、安全な釣り、安全なキャンプしようぜ。というわけで、